こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。私事ではあるんですけども、この動画を撮っている前日ですね、誕生日を迎えたんですね。今年もありがたいことにですね、無事に1歳年を重ねることができたんですが、僕が独立をしたのは20代後半だったんですが、その当時というのは独立している中でもですね、割と若めの年齢だったんですね。ですので当時はなるべく年齢を高く見せようとですね、ヒゲを生やしてみたりファッションで工夫をしてみたりしたわけなんですが、今ではですね、そんなことをしなくても十分にいい年齢になってきたかなと思っています。詳しい年齢はぼかしますが、僕のように30代後半になってくると若々しく見える人とかなりおじさんっぽく見える人、大きく2つに分かれるのかなと思っています。もちろんですね、ライフスタイルであったり生き方みたいなものが反映されるとは思うんですが、僕たちですね、30代後半になってくるとある程度自分自身のケアというものをしっかりした方が良い年代になってくるのかなと思っています。僕自身も10代20代はそんなに美容みたいなものにはこだわっていなかったんですが、30代後半を迎えるにあたって最低限のケアみたいなものは意識するようになりました。若い子であれば清潔感もまだありますし、体型ですとか肌の状態もそんなに衰えていないので、そこまでスキンケアというものに意識しなくてもなんとか乗り越えることができるかなと思うんですね。でも僕たちのように30代後半、40代50代となってくると、それなりのケアというのは清潔感を保つためには結構重要なのかなというふうに思っています。そこで今回の動画では30代後半から始めるゆるメンズ美容のすすめという形でお話をしていきたいと思っています。これ結構難しいのが、あんまり凝りすぎるのも良くなくて、美容の世界というのは沼のようになっていて、例えば化粧水だとか保湿剤だとか高いものってものすごい価格するんですね。本格的にこだわるとですね、いくらお金があっても足りないですし、手間もかかるし時間もかかるわけですね。ですので大切なのは、なるべく手軽にですね、ちょうどいい距離感でメンズ美容と向き合うことなのかなと思っています。今回の動画では30代後半の僕がメンズ美容というジャンルにおいて気をつけている点についてお話をしたいと思っています。まず一つ目なんですが、人の印象ってやっぱり顔周りで決まるんですよね。これなぜかというと、僕たちは相手の顔を見て話すわけですから、その顔周りが整っているかどうかは結構重要になってくるんですね。ですので顔周りに位置するヘアスタイルですとかスキンケア、このあたりはすごく重要になってくるのかなと思っています。まずはスキンケアについてお話ししたいんですが、この分野もですね、一度足を踏み入れるとすごい深さがあるので注意が必要かなと思うんですが、スキンケアにおいて大切なのは僕は2点あるかなと思っていまして、一つは徹底的に日焼け止めをするということ、これはね、僕らの年代としてはめちゃくちゃ重要かなと思います。そして2つ目がちゃんと保湿をするということ、この2つだけでもいいので皆さんも意識してもらうとですね、肌の状態というのを良い形でキープができるかなと思っています。まずは1つ目の日焼け対策からお話をしたいなと思っています。僕はですね、日焼け止めっていうのは昔はそんなに使っていませんでした。なんとなく男性は日焼けする方がかっこいいなというイメージがあったので、できればですね、夏はガンガンに焼きたいと思っていたんですね。もちろん日焼けをしている男性はかっこいいかなと思うんですが、無防備な状態で日焼けをしてしまうとやっぱりですね、肌へのダメージというのは年々積み重なっていくかなと思います。僕たちの年齢になると日焼けするとですね、シミですとか結構ほくろが大きくなったりするので、最低限の日焼け止めって大事かなと思っています。で、僕が日焼け止めで使っているのはこちらなんですね。無印良品の日焼け止めミルクという商品ですね。これはね、めちゃくちゃ便利な商品になっていまして、これポンプ式になってるんですね。これが結構重要なポイントなんですね。僕は日焼け止めというのを基本的には夏は使うことはあったんですが、最近はですね、もう習慣化しています。もう年中使うようにしてるんですね。紫外線というのはもちろん夏場は日差しが強いので意識をするかなと思うんですが、どの季節でも一定の紫外線ってありますよね。しかも雨の日でも晴れの日でもやっぱり紫外線というものは必ず出ていますので、もうこれは習慣化して毎日つけた方がいいなというふうに考えています。で、毎日の習慣になるとなるべく手間をかけないこと、そんなにお金をかけすぎないことが重要かなと思っていまして、この無印良品の日焼け止めというのは価格も結構リーズナブルなんですね。結構容量も入っているので、これ1本あればかなり長い間使えるかなと思っています。そして重要なのは、先ほどもお伝えした通りポンプ式になっているので、いちいち蓋を開けて出すっていう作業が省かれるんですね。これをプッシュするだけ
だけで日焼け止めが塗れるっていうのはめちゃくちゃ便利かなと思っています。日焼け止めもこだわると高いものはいくらでもありますが、そういったものを買うと買い替えのタイミングにやっぱりストレスがたまるんですね。高いとですね、なかなか継続がしにくくなってしまうので、僕のおすすめはこの無印良品の日焼け止めクリームなのかなと思っています。皆さんもできれば夏場だけではなくて一年中通してですね、日焼け止めをするという習慣をつけてもらうとですね、すごくいいかなと思いますので、お試しいただきたいなと思っています。はい、続いて肌のケアの2点目なんですが、これは保湿をしっかりとするという点ですね。これはね、ちょっと失敗したんですけども、僕の私物のものを持ってこようかなと思ったんですが、家に置き忘れてしまいました。ですのでこちらに画像を出しておきたいなと思うんですが、いつもであれば僕は無印良品の商品を使ってるんですが、ステイホームの期間が結構長かったのでなかなか無印良品に行けなかったんですね。ですので僕が Amazon で買ったのがこちらの商品になります。ジャンルとしてはオールインワンジェルというものになるんですね。これはどういうものなのかというと、化粧水と美容液と乳液、この3つの役割を一つにギュッと凝縮したのがオールインワンジェルというアイテムなんですね。昔から僕はですね、化粧水というのは毎日つけていたんですよ。それを塗っていればまあ安心だなと思っていたんですが、いろいろと調べてみるとですね、化粧水だけでは全然ダメだということに気がつきました。まあ、化粧水をつけて水分を補うということはすごく大事だと思うんですが、そのままですとすぐに蒸発してしまうようなんですね。ですので化粧水を塗った後に乳液というものを塗ってしっかりとですね、蓋をすることが大切なんですね。ですので僕も化粧水プラス乳液というものをしばらくやっていたんですが、結構ですね、乳液忘れてしまうんですね。僕は子供と一緒にお風呂に入るので結構お風呂上がりはめちゃくちゃ忙しいんですよね。ですのでなんだかんだしてるうちに乳液塗るのを忘れてしまうってことが多かったんです。ですのでもっと手軽にケアできるものはないかなと探してみたんですが、その結果オールインワンジェルという商品があって、この1本あればケアは済んでしまうということが判明したんですね。そこで僕はオールインワンジェルというものを愛用するようになりました。確かに化粧水を塗った後に乳液を塗った方がトータルバランスとしてはいいかなと思うんですが、面倒で続かないというのはあんまり良くないと思うんですね。それよりも効果は 70% ぐらいになったとしても、毎日手軽に続けられることの方がはるかに大切だと思うので、結構ですね、僕はこのオールインワンジェルというジャンルが気に入っています。こちらでしたら面倒くさがり屋の方でもですね、結構習慣化しやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんもお試しいただきたいなと思っています。続いて3点目なんですが、僕が最近日常的に使っているのはこちらなんですね。リファというブランドのエスカラットという商品なんですね。これはですね、もともと僕のものではなくて妻が使っていたものなんですが、最近全然使ってないようなので僕が個人的に使っています。これはどういうものなのかというと、顔の筋肉をですね、ほぐすためのツールなんですね。どういう風に使うのかというと、このようにフェイスラインをこう押し上げたりだとか、あとはですね、目の下の筋肉をほぐしたいですとか、首元をマッサージしたいですとか、そういう風に使っていますね。単純に使っているとめちゃくちゃ気持ちいいんですね。で、最近僕も年を重ねて目の下にクマができることが多くなったんですが、これを使うようになってからですね、だいぶ改善するようになりました。顔のむくみですとか筋肉のこわばりというものを取ることができるので、意外と使い勝手がいいなと思っています。まあ、もちろん万人受けするようなアイテムではないと思いますし、主に女性が使うようなアイテムなんですが、こういったものもあるということ、頭の片隅に置いていただくのもいいかなと思っています。僕はですね、子供たちを寝かしつけた後ゴロゴロしながらテレビを見るわけですが、そのテレビを見てる最中にこちらを使うようにしています。まあ、皆さんもですね、テレビを見てる時だとかスマホをいじっている時とかにですね、こういったアイテムを使いながらケアしてあげるのも意外といいかなと思っています。はい、続いて3つ目、僕が意識している項目というのは顔の産毛を剃るという習慣なんですね。結構男性って顔の産毛が生えてくるんですね。まあ、普段ヒゲを剃っている時にこういう頬の部分ですとか、僕はヒゲを生やしていますが、口ヒゲ、顎ヒゲ、あとはですね、首の下のラインというのはヒゲ剃りでそのままいけるかなと思うんですが、意外と剃りにくいのがこういう眉毛の間だったり、この眉毛と目の間の部分に余計な毛が生えるので、その時にはこういった産毛剃りで僕は剃るようにしてるんですね。なかなかこういうところってヒゲ剃りでは剃れないので、産毛剃りで剃ってあげるとだいぶ眉毛がシャープな感じで見えてくるかなと思います。結構ですね、人の印象って眉毛によって大きく左右されるんですよね。この眉毛がボサボサの状態だと結構やぼったく見えるので、眉毛自体を細くする必要はないですが、無駄な部分の毛というのはこのようなもので剃ってあげるとすごくですね、印象がくっきりするかなと思っています。結構男性で眉毛がつながっちゃってる人とかもいるので、こういった部分もですね、カットしてあげることはすごく重要かなと思っています。特に僕たちは相手の目を見て話すので、この目元の清潔感すごく重要だと思うので、産毛カッターみたいなものも1本持っておくとメンズケアとしてはすごくいいかなと思っています。
そして最後5点目の習慣なんですが、これはしっかりとドライヤーをかけるという習慣なんですね。僕も以前そうだったんですが、男性ってドライヤー使わない方非常に多いかなと思うんですね。まあ髪が短い人なんかは特に自然乾燥してしまう方が多いかなと思うんですが、これってあんまり良くないみたいなんですよね。僕の行きつけの美容室があるんですが、そちらの店長さんに言われたんですけど、髪を自然乾燥させると頭皮が湿ってる状態が長く続くわけですよね。そうすると菌が増殖するので、その結果として頭皮が荒れたりだとか白髪になったりですとか抜け毛の原因になったりするので、髪の自然乾燥というのはなるべく避けた方がいいのかなと思っています。必ずお風呂に出たらドライヤーをかけるという習慣、皆さんもですねぜひ徹底していただきたいなと思っています。でそうなると結構大切になるのがドライヤーなんですね。これって毎日使うものなので、このドライヤーの性能次第で全然時間効率が変わってくるんですね。以前はかなり安いものを僕は使っていました。 Amazon で 2,3,000 円ぐらいのものを買って長く使っていたんですが、やっぱりですね風量が少なくて乾くまでにだいぶ時間がかかるんですね。ですので一念発起して一昨年ぐらいかな、ちょっといいドライヤーを買ったんですね。今日は実際に持ってきてみました。こちらのパナソニックのドライヤーなんですけども、かなり風量が強くて今までに比べるとですね断然乾くのが早くなりました。まあ毎日使うものなので、こういったドライヤーの質を上げるとかなり満足度が高まるのかなと思っています。ドライヤーにはいくつかの機能があるんですけど、基本的にはホットで一気に髪を乾かすわけですね。まあ大体多くの方はこのホットだけで済ましてしまうかなと思うんですが、大事なのはこのコールドだとか、僕の場合はスカルプというモードがあるんですが、これは熱くない風が出てくるんですね。まずは髪の毛と地肌を乾かしてしまうことが大事なんですが、乾いた後はですねしっかりと冷たい風だとか常温でクールダウンすることが大事なのかなと思っています。特にヘアセットするときには冷たい風を当てることで髪型を固定することができるので、だいたい8対2のバランスであったかい風で乾かして、残り2割は冷たい風で落ち着かせる、この習慣をつけてもらうとすごくいいかなと思っています。正直ですねこのドライヤー高くてかなり躊躇したんですが、いざ買ってみると確実に元は取れるかなと思います。そして意外と妻が喜んでくれたんですね。男性ってそこまで髪は長くないですが、女性の場合は僕たちの何倍も髪が長いわけですよね。そうなるとですね髪を乾かす時間って何倍もかかるわけですね。その時にドライヤーの質が良くなるとですねかなり奥さんにも喜んでもらえるかなと思いますので、ぜひ皆さんも安いドライヤーを使っている場合は少しいいものに新調してみると良いかなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕がですねメンズ美容において気をつけていることをですね5点ご紹介させていただきました。リファのですね顔面マッサージ以外はですね比較的取り入れやすいものが多いかなと思いますので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。こういった日々のメンテナンスというのはなるべく手間をかけずにですね長く毎日習慣化することが重要かなと思いますので、こだわりすぎずに嫌じゃない範囲でコツコツと続けていただきたいなと思っています。僕もですねこれからも様々ものを実験しながらですね良かったものは皆さんと一緒にシェアをしたいと思っていますので、ぜひこれからの動画もお楽しみいただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。